突撃ゴッドハンドヒロイン。青い渚を走り恋の季節がやってきました。最近恋してますか？どうも、さすらいのゴッドハンド発掘にカズと鈴木です。今日はですね、東京からこのギターを持ってきて愛知県岡崎市にやってきています。今日は岡崎市のゴッドハンドの先生に会いに行きます。じゃあ行ってみましょう。さあ、岡崎駅から歩いてきました。今日は鈴木明夫先生のモーションロックの治療法を探りたいと思います。何でも特殊な治療なんで予約がバンバン入る治療院です。その秘密を暴いてみたいと思います。モーションロック、すごいロックな治療法ですね。さあ、見えてきました。こちらですね、鈴木先生の院です。どうも、ジョン・レノンです。どうも、ジョン・レノンでございます。では院内にお邪魔しました。すみません、ちょっと簡単に自己紹介の方をお願いいたします。はい、愛知県岡崎市で整体院をやっております鈴木明夫と申します。よろしくお願いします。治療院マーケティングさんでモーションロック瞬間解除理論ということで、2つ教材の方を出させてもらってまして、その勉強会とかも今やらせて、ちょうど真っ最中なんですけどやらさせてもらっております。モーションロックってなんかすごいロッケンローラーな感じ。ロッケンローラーじゃ初めてなんですけど、内田裕也みたいな。いや、そんなね、ロックな感じではない。ロックな感じ、どっちかっていうとベースが効いてるような、ジャジーな感じ。そんなロッケンロールな感じじゃないですけど、まあでも主義としては単なる肩こり腰痛っていうよりも、例えば筋痛症だとかリウマチだとか、やっぱ強い刺激が受けられない方とかに受けてもらいやすい主義になっていたりするので、まあ、そういう意味でたくさんの方が来ていただいているということと、あとは施術者自体の負担が少なかったりとか、理論自体はすごくもともと膨大な理論の中からお伝えしているんですけど、やる段階では簡単なので、まあ、今日もあそこにいるんですけど、主婦2人のスタッフが普段は施術をしていて、まあ、主婦で穴子柄なので、やっぱり体力とかあまり難しい手技でもこう家に帰って家事できないとかになっちゃうと続けられないじゃないですか。そのやる側の負担が少ないっていう意味で、まあいろんな方に習ってもらってるっていうような感じになってると思います。なるほど。それをね、ちょっと受けて取材してみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあそれでは施術していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、変化が分かりやすいようにちょっといくつかチェックしてみたいと思います。右に倒してみて、これで張るとかするとか痛いとか。ああ、そうですね、このぐらい来ると結構左腰が突っ張る感じします。まあ、こっちはまあいきますけど、このぐらいで突っ張ります。突っ張る感じですね、はい。右足を伸ばしたまま持ち上げてみて、このまま上ってことですね。そうそうそう、天性の硬さあるんで、だいぶ硬いですね。ここら辺でもう限界なんですけど、はい、これもこのぐらい硬いですね。この辺で、はい、痛いとか張るとかありますか？これ辺がやっぱり、これ辺がね、じゃあ下ろしていく。まあこっちも同じぐらいですかね。こんな感じですね。はい、で膝立てて、はい、まずはね、こう頭蓋のロックを探して取っていくみたいな。で今やってるのは後頭骨の後頭骨のチェック。チェック。でも触ってるだけって感じ。感じがしますよね。まあ、実際今は施術をしている感じ。あ、もう施術を。右手を固定して左手がこう上がらないです。でこれを解除したいから均衡さして戻す。ほとんどもう ふわふわって感じですよね。ふわふわって感じ。これ腰悪い方でもやっぱ頭から見たりとかそういうのあり、そうなんです。で頭とかのロックが、腰と関連していたりとか、まあ、頭蓋のロックが、腕と関連していたりしているので、まあ、その辺をチェック。まあうちではちょっと主婦もいるので、はい、こんな感じで。そんな感じでいいですか？そんな感じで。まあ圧としては大体そうですね、2回目のデートの時に彼女に腰を手を回すようなこのぐらいの、まあおっかなびっくりぐらいのガシッとはいけませんみたいな、そういうコーナーなんですよ、ここね。ここはそういうコーナー。まあでもこれ私がやってると結構パワフルに見えるので。なるほど。ちょっとじゃあうちのスタッフが実際まあこんな華奢でか細いスタッフなんで、逆に圧はどんな圧でも
あの作用は同じように。あ、なるほどなるほど。圧も確かにさっきと変わってない感じがしますね。そう考えると結構再現性がやっぱ高いですよね。じゃあ右手をバンザイしてもらって、はい、うん、でもさっきよりも全然こっちもさっきより こっちもすごい行くようになりました、ね、全然違う。おあ、これもなんか、まあ、これもになりました。行けるようになりましたね。左、あ、全然大丈夫、全然大丈夫ですね。腰がなんかこう溶けるような感じでなんかこう回りますね、この回線が。まあ施術は一応こんな感じになります。ありがとうございました。はい、先生ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。なんかこう座った状態の時にインナーマッスルがこう力入る感じがあって、あ、そう言っていただければ座骨に乗る感じがするんですよ。何よりです。なんかもともとこうテレビで勤められたっていう、そうなんですよ、テレビっていう。あ、そうですね、まああんまりそれ社名はあれですけど、これは社名大丈夫です。まあ入社した時はスポーツのディレクターで、スポーツのディレクター、はい、スポーツ局っていうところに配属になって、例えばスポーっていう番組、まあ、ドラゴンズの担当だった、東海地区なんで、ドラゴンズについて、球場を回って選手を取材して、あで、VTR 作ったり番組の構成を作ったりして。それからなんでこう治療家になろうと思ったんですか。で、あ、治療家になった経緯、まあ、あのそのテレビ局で働いていて、東京で営業をするっていう、営業のデスクっていうのをやってまして、ある時まあ生態の何ていうんですかね、本を読んで、でそのなんかワンデーセミナーみたいなのに参加して、やってるうちにサラリーマンで平日働いて、土日がその営業で休みだったので、その時にまあうちの母親の知り合いとかを、膝が痛い人集めて施術をしてるうちに結構人が集まってきて、まあ無料だったのもあるんですけど、で結構遠く、まあ岡崎でやってたんですけど、千葉から来たりとか、千葉から来たりとかして、これもしかして聞いてんのかとか思って整体でやっていこうと思って、最初は本当仏間にこういうヨガマットを1枚引いて対応したっていう感じですね。でそのサラリーマンズボッとやめて、モーション6自体この物理とか数学っていうの、それはあれですか、もともと慶応ボーイだから。結構このコーナーあれですね、フランクに突っ込んでくるコーナーですね。今まで全然フランクじゃなかったですあの慶応ボーイの頃は、まあ、基本的に、勉強もすることあんまなく。ないんですか逆に。あの大学には本当にラグビーをしに行って。慶応のラグビーってめちゃめちゃ強いじゃないですか。僕ね3年生の時日本一です。日本一ですか、はい、すごいで相当強かったと思います。それこそこの間のああいうラグビーのワールドカップでキャプテンやってたやつが後輩だったりとか、僕の同期もワールドカップに出て記録を。めちゃめちゃ名門のとこで。もう本当に名門の中の超雑草として4年間でも二度と戻りたくないんですけど趣味とかハマってることって何かありますか。ハマってることにありますよ。ハマってることあります。ありますあります。2つあって、はいはい、1つは落語ですね。おお、落語ですか。落語もう最近やっぱ YouTube とかでいろんな落語があるので、もう休み時間見たりとか、それこそ昔の古今亭志ん生から志ん朝、立川談志、ずっとこう同じ、これ声帯とすごく面白い共通点があるなと思って。落語って例えば時そばっていうお話だったら、はい、まあ授業も何でもいいんですけど、その時そばっていうお話だったらもういろんな人がやるんですよね、うん、でその同じこう話なのに人によって笑い度が違うじゃないですか。でそこに経済のこう、ね、お客さんが集まりドアも、うんうん、同じ時そばなのに、うんうん、声帯でも同じようになんかこうやることが施術とか決まっててもお客さんが来る人もいれば来ない人もいるっていうのが落語で、うんうん、なるほどと思いながら見ている。声帯っぽくないです。なるほど。でも確かにそういう異業種から学ぶってことすごく重要なことかなと思うんですよね。いや面白いなと思って、うん、落語はよく今見てますね。一つはまあ落語で、はい、二つ目は数学のオイラーの定理っていう、全く全くピンとこないですのがあるんですよ。でそのオイラーの定理っていうのをどうやったら証明できるかっていう YouTube があるんですよ。それがねすごい面白くて、いろんなこうそのオイラーの定理っていうのを解くのに僕らが理解できるような、要は高校生とか中学生の数学、うん、中高ぐらいの数学でそのオイラーの定理っていうのは人類のなんか至宝って言われてる。もうすごいもう美しい、博士が愛した数学っていう数式っていう
映画が昔あったんですけど、まあ、そこでも出てきた数式でもう E の i π 乗イコールマイナス1っていうのでも結構生態とかでだと、まあ、証明するのってちょっと難しかったりするんですけど、まあ、そういうところから、まあ、この生態のなんで治るかっていう証明をするっていうのにも考え方です。僕自身そのこのモーションロック作った時っていうのはよくどうやって作ったんですかって言われたんですけど、その時はねあの素数の YouTube をずっと見てたんですよ。素数がいかにこう人類としてあの秘密がいっぱい詰まってるかっていう素数の証明の YouTube っていうのが山ほど出てくるんですよ。それを片っ端から見てた。でその時にあのどうやったら皆さんにお伝えできるかっていうのを考えながら、で今はそのオイラーの定理っていう、まあ、人類の、面白いんじゃないかなっていうのは常々。あ、その感覚すごい分かりますわ。あ、分かります。分かります。じゃあそんなところで最後にじゃあ見られてる先生にあのメッセージがありましたらお願いします。はい、まあ、でも本当に治療法いっぱいあるので、あのどれがいいとか悪いとかではなくて、まあ、こうしていろんな考え方とか、いろんな治療法とかを話し合って、いろんな意見交換して、でまあ結果的にまあ患者さんだったりとか、まあ、こういう社会的になんかこう前進していけるといいなと思って活動しておりますので、まあ、よければあの DVD の教材の方も見ていただければと思います。いっぱい買ってください。ありがとうございます。先生なんか隣にサンドイッチが。そうなんです、サンドイッチはもあのやってます。経営は一応私がやってて、はい、あとは、まあ、あのフルタイムで働いてくれるスタッフと、うちの母親が一応元そのスタッフと母親の人でと私で一応作ったサンドイッチ屋なんですけど、いや隣にあるということなので行ってみたいと思います。こちらですね、鈴屋、多分鈴木から撮ってますね。え、あ、おすやつ、はい、こんにちは、お願いします。いっぱい種類を出していただきましたが、そうですね、今25種類ぐらいですかね。25種類ですか、はい、結構おすすめっていうのは一番出てるのはもうやっぱりちょっとこだわりなんですけど、まあ、岡崎のあの特産のランニングエッグっていう卵があって、まあ、それを使った卵サンドが、まあ、一番人気ですね。あ、やっぱり、ね、卵サンドが一番人気。もうねぶち切りです。ぶっちぎりなんですか。ぶっちぎり、皆さんだいぶ好きなんですね、やっぱ卵がね。じゃあいただいてみたいと思います。いただきます。ん、卵の素朴な味がしてきてありがとうございます。とってもジューシーな感じするこれはまるで江ノ島にあの彼女と行った時の初恋の味やで。あまりコメントとしては上手じゃないですねこれね、千原ジュニアさんも来てます。ええ、すごいです。こっちは乙女ボタンかの有名な乙女ボタン、乙女ボタンさんも来てますね。乙女ボタン有名人が多数来てるってことで先生、はい、今日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや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 、モーションロックジャジーな治療法でしたね。サンドイッチもたくさんいただきました。ぜひ岡崎にお立ち寄りの際は鈴屋さんに行ってみてください。じゃあ次のゴッドハンドを探しに行きましょう。 See you next time。 めぐるめぐる忘れられるメロディーライン。